はい、スラさん、こんにちは。あ、やすやすさん、こんにちは。ちょっと、あ、サムサフィーさん、こんにちは。マルさん、こんにちは。ちょっと、ライブ配信に手間取りました。あはは、おっちょこちょいです。ダーシューさん、こんにちは。お父ちゃん、ちょっと間違って違うチャンネルでライブやってました。チャメさん、こんにちは。こんにちは。ちょっとライブ手間取ってました。ごめんなさいです。さっきまでね、大ちゃんと麦ちゃん一緒に寝てたんやけど、一緒に寝てる動画は明日配信するので楽しみに待ってください。お母ちゃんももうすぐ参加すると思います。昨日チャットを録画してたつもりがちゃんと撮れてませんでした。失敗しました。え、お母ちゃんも来ましたか？今日こそチャットを表示した動画を撮れてるはずです。はい、いつものカーペットです。知らない人が見たら季節を間違えてしまいそうです。え、今日暑いですか？昨日名古屋市内は34度やったらしいです。今日は結構涼しいと思うんですけど、外は暑いのかな？大ちゃん戻ってきました。マドチムさん、こんにちは。はい、新しい猫じゃらし買いました。ちょっと高級品です。ちょっと高級な980円です。あ、くにちゃん、こんにちは。今日はどこからでしょう？これね、はい、これお土産です。猫たちのお土産でこれを用意しました。麦ちゃん、これお気に入りです。あ、マリンバさん、お久しぶりです。お
母ちゃん登場です。あ、すきすきさん、こんにちは。うい。麦ちゃん、べっぴんさんだってさ。ちょっと麦ちゃん大サービス。ちょっとチャットを読みきれない。あ、お母ちゃんのチャンネルの動画にコメントいただいてるんですが、なかなか返事できずに申し訳ないです。ソファーの裏側はこんな感じになってます。麦ちゃんが爪を立ててボロボロになってます。マドチムさん、実家ですか？赤ちゃん連れて。あ、たまみさん、今度別チャンネル、どっかのコメントに URL 入れときます。はい、猫マットです。お母ちゃん、今日はコンビニおろしそばだそうです。あ、マリコさん、こんにちは。生バトルは今日はどうでしょう？あるでしょうか？お父ちゃん結構顔出ししてますよ。だけどアップには耐えれぬ顔ではありませんので。安西さん、こんにちは。あー、ちょっと、はい、暗いですが見えますか？
今日の今夜の動画でちょっとショッキングな映像がありますので、閲覧注意です。お母ちゃんが事故を起こしました。お母ちゃん、雨の字が間違ってるよ。今 iPhone で撮ってるんですが、大ちゃんの顔見えてますか？暗すぎるかな？はい。今夜の動画は閲覧注意です。あ、見えてますか？はい、東山さん、仕事頑張ってください。あ、ダシューさん、夜勤頑張ってください。よいしょ。音も悪てます。大ちゃんはこのトンネル大好きです。もうこれ何年やろ、3年もの。すごく長く使ってます。麦ちゃんがどこに、あ、おった。麦ちゃん登場。言った。ひょっとしたら生バトルが始まるかも。トンネルね、ボロボロですよ、もう。カツピラララ、ピラピラララララ、ピラララ、ピラララさん、こんにちは。今日は2匹ともじっとしてないです。お父ちゃん大変です。よし。
噛みすぎです。爪研ぎどれもこれもボロボロです。マリビエさん、お久しぶりです。生麦タン、生麦、生米、生卵。前にもね、以前にもお母ちゃんの昼休みに合わせてライブやってたんですけど、その時は、何カメラっていうの、ウェブカメラ、あ、神戸北野、北野小学校って知ってますか。お父ちゃんの母校です。今は潰れて何かおしゃれな店になってるようです。キャッチミーイフユーってなんだ。本田さん、こんにちは。いらっしゃいませ。お父ちゃんも神戸やっちゅうね、北野やっちゅうね。大ちゃん、そんなとこ行ったらあかんやん。そこは映せない。お父ちゃんがね、北野小学校ってね、お父ちゃんが入学した時、小学校1年の時で創立60周年とか言ってたから、すごく古い小学校でした。セレブではありません。お父ちゃんが小学校の頃の神戸ってすごく貧富の格差が激しくって、山、それこそ山の手下の手って呼ばれてて、北野なんてセレブさんですよね。大ちゃん、うい、大ちゃん歩き回ってます。神戸ね、昔ね、お父ちゃんがちっちゃな頃って今もそうだと思うけど、外人が金持ちだったんですよね。インドの人とかね、中華系の人とかね、宝石商とかそんなんでした。かと思えばね、なんだ、すごい、ああそうか、今は放送禁止用語の、とにかく格差が激しかったですよ。スキスキさん、キャンプ行きましたか。
わ、中国の人？漢字がバババッと出てきた。芦屋ね。芦屋はちょっとレベルがちゃいますよね。ね、すごいコラボやってますね。キャンプの YouTuber、有名 YouTuber とすきすきさん、コラボされてます。お、神戸市在住。尼崎、あ、神奈川からようこそいらっしゃいました。モニタリング見ましたよ。すきすきさん、モニタリング見ました。面白かったです。新潟、神戸タワー。異人館って今綺麗になってるでしょう。お父ちゃんが小学校の頃なんて、みんなで遊び回ってました。お化け屋敷みたいな感じで、こそっと入っていって、よく叱られました。むいちゃんの尻尾、これね、だいちゃんを誘ってるんですよ。だいちゃんが幼い時、麦ちゃんは尻尾で遊んでやってました。痛い。痛いじゃない、そんな痛いやんけ。痛っ。大ちゃんは悪さしてます。あ、くにちゃんお疲れ様です。頑張ってください。そうです。麦ちゃん、いたいたいた。麦ちゃん、この尻尾で大ちゃんをあやしてました。大ちゃん、このお乳をスパスパ吸ってたんです。あ、お母ちゃんも、お母ちゃんも頑張ってください。ああ、もうこんな時間。
はい、うまいうまい動画見てくれてありがとうございます。はい、ゆかさん、お仕事頑張ってください。カツピラーラーだって何か意味があるんやろか。はい、お母ちゃん、いってらっしゃい。あ、まゆみさんもお仕事頑張ってください。はい、くにちゃん、また来てください。歌の仕事。あれ、お母ちゃんがいなくなったら急に静かになってしまった。あ、皆さんももう仕事行く時間ですよね。45分になったら閉めようと思います。はい、千葉から。はい、また来てください。あと3分で終了します。いいボイストレーナーかっこええ。はい、熊本ご苦労様でした。はい、また来てください。熊本はもうだいぶ復興したんですかね。あ、岸尾さん、こんにちは。大ちゃん。ねえ、熊本地震あった時に犬をね、8匹かな飼ってる方がいてね、その人も病気で避難できずにね、うちで家被害を受けたままの家で住まれてた方がいました。大ちゃん元気ですよ。大ちゃん、クリームパン出してみ。クリームパン、クリームパン。今日はね、ちょっと昨日よりは涼しかったんで、大ちゃんと麦ちゃん一緒に寝てたんですけど、動画撮ったので明日公開します。
い、大ちゃん、クリームパン。だるま、博多ラーメンですか。ボイストレーニング頑張ってください。麦ちゃんが4ヶ月ほど早かったんかな。すきすきさん、お仕事昼から頑張ってください。ねえ、なんかライブね、病みつきになりますね。すきすきさん、また来てください。ありがとうございました。シャンニャンズによろしくお伝えください。メイビーさん、ありがとうございました。メイビーちゃう、ミチさん。すきすきさん、またいらっしゃい。スーさん、ありがとうございます。フロムジャパン、ジャパン。ヒーフロムジャパン、イエス。アイムジャパニーズ。また、皆さん、ありがとうございます。日本人です。ソラさん、ありがとうございました。そろそろ終了します。それでは皆さん、昼からも頑張ってください。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大ちゃん、バイバイって。また、やすやすさん、また来てください。また昼やると思います。また来てください。大ちゃんのサービスポーズです。ありがとうございました。またいらしてください。それでは終了します。大ちゃん、バイバイって。終了です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃ。ほな、またな。バイビー。